はい、トールチャンネルです。すいません、またね、前回の渋滞の続きから撮ってるんですけど、まあ、関東遠征の最終日の動画です。もうなんかね、雨も降ってきちゃってね、結構昨日まではね、よく晴れてたんですけど、しかもこういうね、なんていうんですか、ポツポツの雨の降り方だと、なんか黒いシミがいっぱいできるパターンの降り方ですよね。よく右前、プリウスと思ったら、あれ、未来ですか、水素自動車の。いや、よくわかんないですけど、シビックの前ですね。うん、で、そうです、前回その帰りの道中の話のしたと思うんですけど、まあそこで多分思われてることがあると思うんですけど、なんでその帰りのそのね、前回話した長野の道中を取らんかったんやっていうことなんですけど、それはあれですよね、イベントでずっとスマホを酷使したんで、スマホのバッテリーがもう残量が10%何とかになってて、充電中やったんですね。しかもこれあれですね、充電するライトニングケーブルのとこにピンマイク挿してね、収録してるんですよ。なんで二股のやつを持ってないんで、もうひたすら充電中でピンマイク挿す余裕がなかったんでっていう言い訳です。それともう一個ね、やっぱ知らんとこ走るんでやっぱ気使うんでね、どうしても喋ってる余裕ないんで無口になっちゃうかなっていうのもあります。はい、朝ラッシュひどいですね。まあこれ朝の8時前です。7時45分ですけど、今まあでもね、まあ感想というか、今回関東の方、まあある意味縦断ですよね。神奈川の方から厚木から入ってズドンと東京の都心は通ってないんですけど、埼玉抜けて茨城まで行ったんで、ズドンと横切ったわけですけど、感じたのはまあ関東はどこ走っても混んでますなっていうイメージですね。こういう特に車線が4車線とか6車線の道は特に、まあ地元の人はね、裏道通るんでしょうけど、ファスナー合流ですね、1台ずつ入れてあげないといけないですね。やっぱりね、こういうね、他人を思いやる行動をしてると自分にも返ってくるって言うじゃないですか。
歴史はね、混んでて、名古屋市内がね、もう死ぬほど混んでて、もう行くだけでクタクタになったんですけど、こういう、まあね、多分信号でこれ渋滞してると思うんですけど、信号渋滞は分かるんですけど、あのバイパスの高架区間みたいな、絶対信号もないやろうみたいなとこでやっぱ混みますよね。あのサグっていうんですか、あの坂道があったりとか合流で、ね、なんでこの近辺に住んでる人は大変やなって思いますね。まあ近辺に住んでる人は大きい道使わずに裏道使うんでしょうけどね、多分こういう道使うのは長距離移動する人とか大きい車とかトラックとかがメインなんでしょうね、多分なんですけど。全日本大学駅で看板かかってますね。駅伝とかね、走ることとか全く興味ないんですけど、っていうかむしろ走りたくないって思うんですけど、走るんやったらチャリ乗るわみたいな感じですね、どちらかというと。でも確かあれなんですよね、スポーツの中で一番競技人口が多いのがマラソンって聞いたことありますね。次が確か、テニスやったような気がします。何回か調べたんですけど、めっちゃ混んでますね。もう
時ってね、どっちの車線に寄ったらいいのかいつも迷うんですけどね。高速とかだと断然左の方がいいって言いますよね。だいたい左車線合流あるじゃないですか。合流してきた人がまあ右に流れていくから左は降りる人もいますね。スクって言いますけど、こういう一般道はどうなのかなって思うんですけどね。まあそんな感じでもう、はい、いいお時間になりましたんで、この辺で今回は、はい、失礼させてもらいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。